県立大学は来年度から新たに理系や国際分野のコースを創設すると発表しました現在県立大学では地域創造学部地域創造学科で4つのコースを設けており学生はコースにとらわれず授業を受けることができます来年度からは新たに理系分野と国際分野を加えた 国際共生工学自然科学観光創造など6つのコースに再編します学生は2年生になると2つのコースを選択しそれぞれのコースには必修科目が設けられます今回の再編で文系と理系が融合した幅広い学びを実現するということです組み合わせによってその学生が将来なりたい姿 あるいは学びたい分野というものを作り出すことができる、必修科目を組み合わせることによって、基本的な力を身につけることができるようになります来年春からは、新たに付属高校の生徒50人が特別推薦枠で入学するため、定員を現在の150人から200人に増やし、教員も増員するということです。